雪塗り温泉街、雪塗り温泉街。うーすげーめっちゃ田舎だーおー風情ありけりーあーマジかよどうしたのどうしたのじゃねえよふざけんなよなに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 俺はな可愛い女の子と温泉に行きたかったんだよあはーうん青も女の子なんですけど痛いな違うよ葵ちゃんを誘うつもりじゃなかったんだよこの旅行のね温泉チケットはパパからもらって女の子と行くつもりだったのにパパは女の子の葵ちゃんと行った方がいいなって思ってくれたんだよほんとかよお前横取りしたじゃんお前俺が自慢してたらさ、知らない知らない知らないでどこにあんのその温泉なんとか温泉あ流星群温泉そんな名前なんだどこだっけあ思い出した向こうほら霧がかってるじゃんえもしかしてあの山の奥のこと言ってんのそうあの向こうずーっと向こうヘリで行くねなんやよヘリとか出るわけねえだろお前パパからもらったチケットのくせにまあいいや行こう楽しそうだしレッツラゴー女の子と来たかったなどこだ旅館はおこれかなあ疲れたしんどいよもう育児なしだなほら見てあれでしょ多分あれあれ流星群ザ旅館だよだっせー名前誰も来なさそうやんあやばそうだえパパが言ってたあのこの裏にロープウェイあったんだわはぁうっせぇうっせぇうっせぇわ早く言えよお前早く行こう行こう温泉入り行こう疲れちゃったよおおすごいいいじゃんいいじゃんすげえじゃんいやもうさ何歌歌いたい気分なのカラオケ行く今から超風情あるよ、でっかいねいいねいいねよし行こう行こう頼むあれ受付の人いないすいませんすいません受付したいんですけどあれいないよ今日休みあなんかいる倒れてる大丈夫ですかおばあさんいやちょっと寝ちゃっててねあれあなたたちどこかで見たことあるような気がするようなないようなあれしーちゃんもしかしてこの人まさかばあさんじゃんばあさん購買部のばあさんじゃんあんたたち学校の生徒ね確か私ねいろんなとこで働いてるのよねそんなことどうでもいいからさばあさんちょっと疲れてるからさ受付してよあーはいはいばあさん呼んでるわよばあさん待って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 ちょばあさんあんたあーばあさんえばあさんあんただよいいか受付してくれ痛い前が折れたわ折れない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 消しゴムが欲しいんだっけ違う買わない買わないチェックインだよチェックインチェックメイト違うしんちゃんもうどうするどうするもう受付できないよおいちゃんこのままだとばあさん語で喋ってばあさん語でね予約してるんだけど宿の名前調べてもらってもいいかね変な喋り方だね違うおいダメじゃん通じないよ何しに来たんだっけ泊まりに来たのあ違う私ここに何しに来たんだっけいや帰るかダメだもうやめよ今日はあ待ってあのそういえばね今日なんか予約が入ってるらしいのよねああそう予約してんだよだから早く受付してくれる頼むからあんたたちのことだったのね分かったわあんたたちの部屋に案内するわねお願いしますお願いしますばあさんばあさんそれ外だよ外絶対違うこっちだったかしら確かいや違うおい帰んな帰んなばあさん帰んないやあだったらこっちだわこっちついてらっしゃい泊まるのに何時間もかかっちゃうねもう疲れちゃったよついておいでこっちだすごい軽快なステップで階段登っていくじゃんこばあさんあー疲れたちょっとここで休むわねおいばあさんばあさん
違う、ばあさん、あんた、ばあさん、あんた。早いとこ、と部屋紹介してもらっていいですか。あ、分かった、最近の子はせっかちだね。あ、こっちついてらっしゃい。すごいな、大丈夫か、ここの経営は。あ、こっちよ、こっち。あんたたちの部屋はね、この奥よ。すごい、なんかすごいね、良さそうな部屋じゃない、これ、もしかして。ビップじゃない、もしかして。やっぱパパ、さすがだね。スイートルームかも。あ、あんたたちの部屋はここよ。ここ？え、ここ？え、ばあさん、これ、ま、間違ってない部屋。あ、わかった。きっと2階に部屋があるんだ。そういうことだ。え、なんか想像してたのと違うな。今流行りの上にあるなんだっけ？ロフトね。あ、そうそう、お買い物するところよ。違う、ロフトね。ここでゆっくりしていってね。ゆっくりすんな、勝手に。疲れた。ばあさん。ここで退散するから、悪霊退散、悪霊退散。ねえ、もう通じないって、そのネタ。あのばあさん言っちゃったよ。え、絶対違うって。パパ、こんなとこ通るはずない。ねえ、これ絶対物置だよ、しんちゃん。まあいいや、ここの旅館のいいところは温泉だから。あ、そうなの。そう、露天風呂がついてんの。露天風呂、あ、いいじゃん、いいじゃん。まあ温泉入りに来たみたいなもんだしね。行こう。そうそう、行こう行こう、温泉行こう。あのパスさん、どこに温泉があるか教えてくれてないけどね。まあでもいいよ、部屋案内するだけでもう1時間半かかってるから。お、あれじゃない、ほら、男と女湯、ここじゃね。ほんとだー。じゃあしんちゃん、また後だね。逆逆逆逆、え、青だからさ、あ、葵ちゃんの青じゃないんだよ、違うんだよ。じゃあ葵ちゃん、1時間ぐらいでいい？1時間ぐらい。オッケー、1時間くらい後にここ集合ね。うん、そうしよう、そうしよう。じゃあねー、バイバーイ。バイバーイ。温泉、温泉、やったー。なんか露天風呂が有名らしいしね。よし、着替えよーっと。よし、着替え完成。楽しみだな、どんなお風呂なんだろう。おー、なんかこじまりとしてるな。まあいっか、多分ここはメインじゃないもんな。うおー、めっちゃすごいじゃん、豪華だ。よし、入ろっかな。あ、ちょっと待って、温泉入る前って、体洗うのが決まりなんだよね。じゃあ洗ってからにしようか。あれ？あれ？あれ？出られない！なんで？すいません！出られない！どうして？誰かー！よし！体洗ったし、温泉入るぞー！イエーイ！温泉、温泉楽しみだな。うわー、すっげー露天風呂、めちゃくちゃいいじゃん。めっちゃ雰囲気いいんだけど。誰かー、すみません、どなたかいらっしゃいませんかー。これ葵ちゃんの声じゃね。すみません、葵ちゃん。しんちゃん。え、葵ちゃん、しんちゃん、葵ちゃん、露天風呂にいるよ。どうしたの？ねえ、露天風呂から出られなくなっちゃったから、ばあさん呼んできて。ドアが鍵閉まってて出られないんだよ。どうしよう、しんちゃん。それやばいね。あ、オッケーオッケーオッケー。てか風邪ひいちゃうしね、めっちゃ寒いし。ちょっと待って、え、あれ、これどうやって開けるの、これ。しんちゃん、葵ちゃん、しんちゃん、え、これまずいかも。開けて。開けて？え？何？開けて？あ、葵ちゃん、あ、めっちゃセクシー。これ大丈夫？このセキュリティ。すごいね、ガバガバだよ。ガバガバすぎるね。しんちゃん、いいから早く開けてよ。いや、これさ、見えるかな、これ。え、どうやって開けれるの、これ。レバーもなんもないよ、これ。え、俺たち露天風呂に閉じ込められちゃったってこと？ってこと？ね、どうすんのさ。え、さ、え、ちょっと寒い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 、ちょっとお風呂入りたい。あったけー。ちょっと待って、青もちょっと体洗ってないけど入るか、仕方ないよね。おい、汚ねえぞー。いさてと、そろそろ帰ろうかな。だって、ばあさんの声する。ばあさん、なんか聞こえるような聞こえないような。ね、ばあさん、おーい、おーい、ばあさん。ばあさん、どこにいんの。おい、ばあさん。ばあさん、呼んでろよ。えぇ、ー、バケットロープウィーで帰るかね。
ちゃった。どうしよう。どうする？ちょ、待って。鍵みたいな、よくさ、なんかどっかに隠してたりとかさ、従業員用みたいな感じで。あ、待って、ここ鍵の挿入口って書いてるわ。鍵があれば開くかも。え、葵ちゃんの方はないの？鍵の挿入口みたいな。ない。あ、ないんだ。あ、じゃあこっちだけなんだ。え、とりあえず鍵探すか。ないの？なんか、箱とか。箱とか？なんか鍵入ってる箱とか。どこにあんだ鍵なんて。あるのか、本当に。うわー、気持ちいい、気持ちいい。おい、お前、温泉入ってんだろ。くそ、あかね。くそ、あかね。向こう見えねえ。おい、お前、温泉入ってただろ、今。いや、入ってない、入ってない、入ってないじゃん。ほら、見て。今はね、今はね。え、なんかないのって。待って。どっかありそうなとこある？ないんだけどな。早くして。あ、見て、なんか、家系のとこになんかあるよ。見てって、見れないだろ、どっか書いても。あ、そっかそっか、ごめんごめん。お前、こっちに来ようとすんな。ここになんか、排水口がある。開けるね。うん。ほい。え、なんか、箱みたいなのがあるよ。清掃員用の本がある。なんて書いてんの？読んでみるね。清掃作業員用。使ったら元の位置に戻すこと。だって。え、それしか書いてないの？いや、なんか変な記号みたいなのが書いてる。もしかしたら解除キーか何かがあるのかもしれない。え、なに？そんなセキュリティ強いの？この旅館って。わかった。こうやってやったら、お互いの気づかないところにもしかしたら何かがあるかもしれないから、それを見てみよう。オッケー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 。行けないのか、向こうには。いけないんだ。なんかさ、金ブロックあるけど、これ関係あんのかな、これ。わかんない。おまけじゃない？おまけ？駄菓子のおまけみたいな感覚で言わないで。いや、おいちゃん、後ろ見て。え、何？おまけ？いや、おまけじゃねえ。後ろ見て、ほら。看板。看板？あれじゃない？効能とか書いてんじゃない？いや、足つぼ露天風呂って書いてる。なんかない？変わったものない？なんか。なんか、木のボタンみたいのがついてるよ、ここに。あ、それがあれじゃない？それが足つぼってことじゃない？どうやって足つぼすんの、ここ。こうやって？ピ、あ？リセットされました。何これ？俺のところはね、ないんだよ。そういうボタンみたいなの。ない。じゃあそっちは足つぼ風呂じゃないってこと？ぽいね。こっち。リセットされました。え、なんかこれと関係あるのかな？あんのかな？ちなみに、ボタンの数は、横に5個を、縦に3段って感じ。あ、じゃあ数は合ってる。左上が木のボタンで、真ん中の一番下が木のボタン。木のボタンがもしかするとこの二重丸ってことかな。そういうこと？うん。で、他のやつは何だったんだっけ？あと丸とダイヤがある、あと。ダイヤか丸を押すんじゃない？え、ってことかな。か、木のボタンだけ押すか。じゃあ試しに木のボタンだけ押してみてよ。あ、ダメだ。じゃあ丸とか押してみる？うん、丸押してみよう。左上から行くね。二重丸。うん。丸。うん。ダイヤ。あれ？丸じゃないんだ。ダイヤだ。ダイヤだね。じゃあ行くよ。二重丸、丸、ダイヤ。うん。丸、ダイヤ。丸、ダイヤ。うん。丸、ダイヤ、丸。ダイヤ、丸、二重丸、ダイヤ、丸。うわぁ！男女の露天風呂が開通した。あ、すごい、葵ちゃん！パワー！誰が変態や。のび太さんのエッチー。これでさ、行き来できるようになったね。いや、ここ行き来できてもしょ。なにあれ。行ってきてよ。なになに、お化けだったらどうすんだよ。お化けキラキラしねえだろ。お化けキラキラしないか。めっちゃキラキラしてる、ここ。なに、あ、待って、おまけがなくなってる。おまけがなくなって、その下に箱があるよ。男子室内風呂の鍵。やったー。え、青は？え、まあ、でもしんちゃんが、まあ、どっちか開けば、ほら、まあ出れるじゃん。だよね。よし、じゃあ入れよう、早速。よし、行こう。あぶねー、ここに死ぬとこだった。オッケー。開いた。よし、帰ろう。寒い。何やって、早くしてよ。開かないね。なんだよ、じゃあ出られないってこと？え、ガチ？ねえ、しんちゃん見て、出られなくなってる。風呂全体から出られないじゃん。いや、死ぬ、凍え死ぬって。女子風呂見れるやん、これ。ねえ、ダメだって、しんちゃん。覗けるやん。どうする？なんか書いてる。お願い。最近、蛇口を元の位置に戻さない方がいるので、女子を見習ってほしい。これじゃない？ああ、そういうこと？これか。
ケンちゃん、元に戻した？蛇口多分ね、戻したと思うけどね。じゃあ女子は何？しっかり戻してるってこと？女子はちゃんと戻してるんじゃない？これが元の位置ってこと？この蛇口が。そういうことじゃない？バラバラじゃん。じゃあこの位置にしてみる？じゃあしんちゃん見てて。あ、俺が見てていいんだ。俺が女子風呂見てていいんだ。しんちゃんいいよ。じゃあ言うよ。ね、青が下。青が下、はい。うん、白が上。白が上。黒が下。黒が下。赤が下。赤が下。ピンクが上。あ！お！どこかの鍵が開いたようだ、だって。どこ？開いてないじゃん！開いてないじゃん！え、じゃあ女子風呂じゃない？あ、そういうこと？行ってみよう行ってみよう。もしかしたら出れるようになって。おー、開いてるじゃん！いや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 、ここ開いても。奥は？開いてないよ。え？ここ開かないと意味ない。あ、でもここさ、鍵の挿入口あるよ。鍵があれば開くんじゃない？え、でもどこに鍵あるんだ？なに？なんだよ。あ、え、こっち何？開いてんじゃん。出れるんじゃない？行ってみよう。うわ、なにこれ。え、クッパ城？え？マグマ風呂じゃない？え、マグマ風呂？うん。いや、じゃあじゃあ、バカバカバカ、死ぬ死ぬ死ぬ。マグマ風呂じゃなくて、これ本当にマグマだよ、これ。ふぅ、死ぬかと思った。なんかないの？あ、箱があるよ、奥に。あ、ほんとだ、箱がある。向こうまで行けばさ、あの箱のとこ行けるんじゃない？行ってみるか、とりあえず。これ全然大丈夫だよ、これ。ほら、当たらないように行けば。じゃあ、あとよろしく。あ、温泉使ってるから。おい、バカバカ、手伝えって。なんでだよ。なんで俺だけ行かせんだよ。あっちちちちち。あっちちちちゃん、もうやばいって、それ。あっちちちち、やばい。あっちちちちちち。あおいちゃん、やばいって。あ、待って、やばいって、これ。あそこ渡んないといけないんだけど。行くよ。うん。せーの、ほい。あぶねあぶねあぶね。よしよしよし、オッケー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 。次行くよ、おいちゃん。オッケー。ほい。よし、余裕余裕。落とそうとすんな、お前。おい、バカ、落とすなって、このクソ女。こいつ。よし、オッケー、あとちょっと、あとちょっと。あ、やばい、待って、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。ほんま無理、ほんま無理、ほんま汚い大人やで。なんで？やだ、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 やだ。よかったー。チェ。あー、葵ちゃん。よし、もうゴリ押しだ。いけ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 、葵ちゃん。葵ちゃん、大丈夫？大丈夫！オッケーオッケー、俺も行く。よし。あー、押した。もうでも青取れるから行っちゃうね、しんちゃん。オッケー、行って行って行って。何が入ってんだろう。オープン！女子更衣室の鍵だ。え、女子高生の鍵？じゃ、何、女子高生の鍵ってなんだよ。死な死んだ、やばい。あー、葵ちゃん。葵ちゃん、もう無理しすぎだって。これで出られるかも。出れる出れる、行こう行こう行こう。じゃあこれ挿入します。ほい、オッケー、イエーイ。で、で、どう？で、おー、誰か。ここもかよ。あー、忘れ物、忘れ物。どこだったかしらね。ばあさんいるくない？ばあさんじゃない？あれ、ばあさんじゃね？ばあさん！ここら辺だったかしらね。あれ？確かこっちだと思うけど。ばあさん！ばあさん、ばあさん、こっち見て、こっち見て、こっち見てくれるだけでいい。ばあさん、閉じ込められてるよ、おたち。ばあさん、呼んでるわよ。ちょっと待って、嘘だろ。ばあさん、あったあったあった。よしよし、これで帰れるわ。待って、ばあさん、こっち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 。よし、帰りましょうっと。ばあさん、ばあさん、待って、ばあさん、あ、帰った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 。ねえ、どうすんだよ、葵ちゃん。もう出れねえじゃん。いや、待って、ここにも何かあるかもしれないから探そう。何かあるかな。葵ちゃんのパンツ。おい、おい、おい、探すな、そんなもの。違った、違った、ごめん、ごめん、違った。なんか、落とし物のブラジャーとかないの？いや、そんなもん探すんじゃねえ。あー、なんかあるよ。なになになに、パンツ？いや、パンツじゃない。え、なにこれ。説明書と、再生、弱体、治療、ありふれた、透明化、なんか紙がなんか入ってる。とりあえずこの説明書読んでみるか。男子浴槽の鏡の上にあるポーションの名前を色を見て当てよ。このチェストの中にある紙を椅子の下にあるチェストに入れてください。こっちか。うん。男子のお風呂の方行ってみよう。あ、
見てしんちゃん。あ、ほんとポーションあるじゃん。ポーションに当てはまるこの紙をこのここかな、これかな多分。あ、これだわ。ここに入れればいいんだ。あー、なるほどね。難しいこと言うね。もう何年やってるの？わかるでしょさすがに。まあ2年はやってるかな。嘘つくなよお前。いや待って、でもさ、これは水じゃない？どれどれどれ、これはよく見るから水だと思うんだけど。あ、確かにこれはブルー、ブルーだね。何言ってんのお前。水、ありふれたじゃない、ありふれた。あ、そうじゃない、ありふれた、張り詰めたね。よし、入れます。はい、オッケーかな、わかんない、これ正解かわかんないけど。え、他には何があるの？透明化、治療、弱体再生。でもなんか弱体とかってさ、なんか悪そうな色してそうじゃない？確かに。これとかじゃない？そんな気がする。なんか悪そうな色だよね。ちょっとここにとりあえず入れてみるか。弱体、はい、弱体。透明化、これじゃない？透明っぽいじゃん、色が。ね、透明っぽいよね。じゃあ透明化。あとなんだっけ？あとは治療と再生。うわ、なんかこっちの方が効きそうじゃない？なんか治療っぽくない？じゃあそっちに入れてみよう。これ治療で、で、こっちが再生かな？入れます。はい。あ！おお！連れて帰るミッション。これミッションだったんだ。ミッションキャンペーン的な？え、待ってしんちゃん。男子更衣室も入れるようになった。男子更衣室の地下に新道寺、女子更衣室の地下に葵が潜ってくださいってなんかアナウンスが流れたよ。更衣室の地下って何？行ってみる？あ、置いてる置いてる。え？入れるよ。地下ってどこ？どこにあんの？あ、これ？これ？ちょっと青も行ってみるね。見てきて見てきて。うわー、あれは同じやつが。え、降りてみようとりあえず。降りてみよう。行ってみよう。え、なんかやばいんだけど、またクッパ城2があるんだけど。何これ。え、葵ちゃんとこの、あ、待って、てか葵ちゃんいる。え、葵ちゃんこっち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 。あ、しんちゃん待って、しんちゃんなんか後ろに。葵ちゃんもなんか看板があるよ。ボタンを押してクリーパーをゴールまで持っていこうって書いてる。え、ちょっとしんちゃん押してみてよ、ボタン押してみる。うん、ほい、やばいやばい、いったー。ちょっと葵ちゃんも押してみてよ。ついてきてるついてきてる。待って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 、くんな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 、待ってって。まぁフリーバーついていってるよ。待って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 、おー、いってるいってるいってる。待って、めっちゃ来るじゃん。いやー、あ、爆破しちゃった。え、待って、これさ、ちょっと奥まで行ってみていい？青、俺もちょっと奥まで行ってみたい。これ、奥まで、何？どこまで連れてけばいいの？これ。しんちゃん、あ、ここだ。ここの、エメラルドブロックみたいなところまで連れてかないといけないのか、もしかしたら。え、ガチ？待って、俺んとこもそうなの？これ。うわぁ、こっちもだわ。マジ？あ、じゃあどっちとも、これをやんなきゃいけないってこと？いや、わかんない。片方だけかもしれない、もしかしたら。とりあえず、じゃあ、戻ってクリーパー連れてくるか、ここまで。うん、連れてこよう。マジか。結構大変だぞ、これ。でも結構、でも追いかけてきてくれてたから簡単そうではあるけどね。じゃあ行くよ。うん、せーの、ぽい。はい、来た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 。カモン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 、こっちへ来い。カモンカモン、あ、まあまあ、爆発する爆発する爆発する、近寄りすぎて爆発する。やべやべやべ、爆発すんなよ。やばい、こっちだよ。こっち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 、え、いい感じいい感じ、おいい感じ、あ、いい感じ、あ、来てる来てる来てる、クリーパー来い、こっち来い、こっちだよ。あ、引っかかんない引っかかんない引っかかんない、お前やばい、こいつ雲の巣に引っかかってる。やばい、見えない見えない見えない、早い、意外と早い意外と早い、クリーパー。よしよしよし、え、ここの来てる来てる、ここの平均だよ。うわー、やばいやばいやばい、あー難しすぎ、あーよし、じゃあ行くぞ。うん、こっち、はい、やばい、くる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 、こい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 、最初の辺は結構割とここついてくるからね、結構行ってもいい。これジャンプジャンプして、ちょっと距離を置かないとね。クリーパーいない、やばい、来てない、ついてきて、早すぎた早すぎたらダメなんだ。こっちだよ、見失わないぐらいで行かないと。今クモの巣のとこまで来た。オッケーオッケー、あ、同じぐらいだ同じぐらい。よし、こっちだよクリーパー、おいでー、こっちこっちこっち、はい、あんよが上手、あんよが上手、はい、カモンカモン、やばい、来てる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 、オッケー、いいよ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 、あ、やばい、あ、待って、お前燃えんなって、戻ってっちゃった戻ってっちゃった、ねえ、燃えちゃったクリーパー、なんでかよ。もう一回行ってくるわ。あー、あのクリーパー燃えた。じゃあ行くぞ、おいちゃん。よし、ゴーゴー、よし、来い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 、こっちだな、来い。
けるい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 ける、もういける、もういける、大丈夫大丈夫。あ、バカバカバカすんなって。こっちだよ。あ、危ない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 。どうも葵ちゃん、やばいやばい、いけるかも。こっち来い。やばい、来てる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 、やばい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 、こっちこっち、カモカモ、こっち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 、オッケー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 、来たー、やったー。どう、葵ちゃん、こっちだよこっちだよ。葵ちゃん頑張れ、こっち来いこっち来い。全然反応してないぞ。おーい、どこ行くねー。やばい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 、急げ葵ちゃん、いけ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 、こっちだよこっちだよ、こっちだ、こっち来い。ナイスー、やったー。開いたのかな、開いてる、やったーやったー。でも着替えてない。確かに深夜を、はぁ、最近 YouTube 面白い動画ないなぁ。やんじろうくんも全然動画上げてくんないし、推し編しようかなぁ。葵ちゃん、でもなぁ、やんじろうくんが一番かっこいいんだよなぁ。こら、葵ちゃん、なにママうるさいなぁ。あんた、お風呂に入ったの最後いつ？え、お風呂？確か9日前だったかな。あんたバカなの大丈夫？あなたね、臭いのよ、臭い、めちゃくちゃ臭いわよ。そんなことないよ、ちゃんとファブリーズしてるもん。いや、2回からね、1回前匂ってきてるの、貫通してるわ、ここ貫通。そんなわけないじゃん、犬じゃないんだから。いや、犬よ犬、あんた犬。いや、ママが犬ってこと？違う、そういう意味じゃないの。あんた、犬みたいな匂いしてるのよ。早く、こっち来なさい。こっち。なんで？いいから降りてきなさい。絶対おかしいよ。だって、ちゃんと無菌無臭のファブリーズしてるのに、おかしいよ。貫通してるのよ、貫通。ファブリーズ貫通とかねえだろ。貫通してるのよ。さあ、葵ちゃん、今日こそ、お風呂に入ってもらうわよ。いや、絶対に嫌だ。嫌だ。ダメ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 。あなたがね、お風呂に入ればね、クリックリスも上がるのよ。そんなわけないだろ。早く早く来なさい。そんなクリックリス上がったらな、毎日風呂入ってやるわ。そうよ、あの新道寺チャンネルはね、今日からお風呂チャンネルになるの。いや、早く。いや、絶対いいから、ちゃんとお風呂シーン入れないと、ほら、あの視聴者さんが怒るでしょ。はい、最悪だよ。ママママ、どうしてそんな汚い大人になっちゃったの。減ったら足すだけよ。ほら、早くお風呂入りなさい。どういうことなの。ほらほらほら、早く着替えてよ。ここで着替えて、ママ見ておくから。ちょっと風呂したら逃げられそうだから、もう早く着替えて、ほら、サービスショットよ。サービスショット、ふざけやがって。ママ、痛い痛い痛いよ。けどね、あ、よかったよかった。じゃあ、葵ちゃん、ちゃんとほら、お風呂入るのよ。お風呂入るのよ。はーい。ママね、あのテコンドーのアルバイト行ってくるから。はい、わかりました。よかった、出たよ、はい、じゃないと、じゃないとこうだからね。はい、はい、わかりました。こうだからね。はい、よし、絶対よ。はい、はい、わかりました。鍵かけとくか。なんでだよ。鍵かけなくていいって、わかったもん。じゃあ、ママ出かけてくるからね。はい、わかりました。何してんの。鍵かけるわよ、ほんとに。わかったわかった、入るってばもう。わかった、わかったよ。入ってくるわね。なんでだよ。もうさ、髪洗ったりさ、乾かしたりすんのめんどくさいだよな。まだ適当でいいや。ジャバ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 。もう体もなんか適当で。ババ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 バ。よし。湯船でも浸かるか。うわー、すごい。新しいお湯だ。やったー。よし。気持ちいいなぁ。え？え？おい！お前！
え、今なんかカメラ持ってなかった？盗撮だ！おい待て！葵ちゃん、何やってんの？この変態！いや、なんで変態？いや違う違う、遊びに来ただけだよ。お前今青のセクシーな写真を撮ってメルカリに売ろうとしてただろ。違うよ、俺遊びに来ただけだって。てか何、どういうこと？嘘つけこのバカ野郎。いや分かんない分かんない。何どうしたの？青が今久々にお風呂に入ってたら誰かに盗撮されたんだい。え、葵ちゃんを盗撮するやつがいるの？お前だろうがどうせ。違うよ、なんで幼馴染のさお風呂を俺が盗撮しなきゃなんねんだよ。もう絶対いた絶対いた、もうこっちに絶対いた。どういうこと？待って、なんかはしごかかってるんですけど。え、ちょっと嘘だろ。なんかここでこうやってパシャパシャしてたもん。マジ？絶対してた。てかお風呂入ってたの？葵ちゃんが。だってママがうるさいから。そういうこと。まあまあとりあえず着替えてきな葵ちゃん。ブレークシャイ、ブレークシャイ。汚い、ほら早く、ほら着替えてこい、着替えて、もう、着替えて着替えて、もう風邪ひくよ。寒い、待っとくからここで着替えてきて。しんちゃんお待たせ。ちなみにさ、どんな人だったの？なんか、わかんないけど、おっさんだったんだよ、おっさん。あ、おっさんね。もうびっくりした、いきなりパン食い始めるから。いやいや、食うな、食うな。だって全然ハートが回復しないんだよ。おかしいだろ。え、おじさんが、何？その、葵ちゃんのお風呂シーンを撮ってたってこと？多分、メルカリに売ろうとしてるんだ。マジ？あ、でもなんかちょっと怪しいおじさんがね、あっちの通りにいた気がする。なんで捕まえてくれないの？いや、知らねえよ。どこだよ。え、こっち。いや、さっきいたんだけどな。どこ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 ？でもさっき確かなんか急いでね、走ってた気がする。あのおじさん、あんな感じだった？あいつだ！あいつ？おい！クソじじい！え、なんだ？おっさん、あんた、女の子のお風呂を覗いてたってな、そのカメラで写真も撮って。お？何のこと言ってんだ、お前ら。さっき青の写真撮っただろ、おっさん！返しな、カメラ！あ、撮るわけないだろ。証拠でもあんのかよ。証拠？証拠は葵ちゃんが見たって証拠じゃないの？そうだよ、見たんだよ葵は。お前に見られてたんだよ。そうだそうだ、自首しろ。ふん、そこまで言うんだったら証拠を持ってくるんだな。俺はここにいるから、本当に犯人だと思うなら証拠をここに持ってこい。証拠？なんだこいつ。葵ちゃんダメだ、葵ちゃんが見たってことだけじゃ証拠になんないんだって。絶対にお前とっ捕まえてやるからな。後悔するからな、お前覚えてろよ。証拠があるなら持ってきてみろよ。ムカつくわあいつ。絶対に監獄にぶち込んでやる。刑務所にぶち込んでやるぞ。覚えてろよ。覚えてろよ。ムカつくわあいつ。葵ちゃん、消化集めしよ、消化集め。絶対にメルカリに写真が売られてると思う。どうしてとりあえず、さっき葵ちゃんのこと盗撮してた場所まで一旦行ってみようよ。どんな現場だったか。でも、さっきも見たって何にもなかったじゃん、そこには。いやいやいや、さっきさ、おじさんも言ってたじゃん。証拠持ってこいって。俺実はさ、いいもん持ってんの。ないよ、ほら。何にもなし。見て、ほら。何それ、ノリ？これ、カメラ。あ、カメラか。なんでだよ。だってカメラなんてどうすんだよ。だからお前が犯人か。違う、俺じゃない。ほらこれ階段、絶対おじさんがさ、この階段設置してるでしょ。そうかな。一応撮っとこう、これも証拠になるかもしれないからさ。確かに。よし、オッケー。とりあえずね、これ証拠になるかもしれないから一枚撮っとこう。よし、じゃあ次はもしかしたら同じ被害に遭ってる女の子いるかもしれないから聞いてみようよ。いるかな、そんなの。わかんないじゃん、なんか常習犯っぽかったくない？だってあんなにさ、収穫持ってこいよみたいな感じだったから、あれプロだよ絶対に。そうかな。じゃあしおりちゃんとかどう？一番被害に遭ってそうな、しおりちゃん。しおりちゃん、
しおりちゃんほら無防備そうだからさ、一番火が合ってそう。確かに、しずかちゃんくらい風呂入ってそうだもんだよね。そうだよね、確かにね、この前もなんか盗まれてたもんね。そう、なんか盗まれてたよね。パンツだ、パンツ盗まれてたから。行ってみよう、行ってみよう。盗まれてそうだ。よし、しおりちゃん落ち着いたぞ。おいちゃん、しおりちゃん被害に遭ってないといいけど。しおりちゃん、はいはいはい。あ、兄ちゃんとおいちゃん。ねえねえしおりちゃん、ちょっと聞きたいことあるんだけどさ。うん。最近さ、盗撮されたりとかしてない？盗撮？うん、盗撮。あ、そういえば前しおりお風呂に入ってる時盗撮されたんだよね。やっぱり。ほら、なんで言わないんだよ。いや実はさ、葵ちゃんもさ、被害に遭っててさ、今犯人探してんの。どうだ、葵も立派な被害者なんだぞ。どうだ。威張ることじゃねえだろお前、意味わかんねえよ。あ、じゃあさ、しおりちゃんちょっとさ、家の周りさ、調査させてくれない？うん、いいけど。とりあえずちょっとしおりちゃんちのさ、お風呂見てみようよ。見して見して。ちょっと見せてお風呂。うん、人んちのお風呂とかちょっと気になるよね。どこお風呂、しおりちゃんちのお風呂どこ？ここの奥。あ、ここか、ここか、ここなんだね。あ、すごい、こんなところにお風呂がある。すごいね。わあ、何のキャラだよ。あれ、どこ行った？おちげーよ、ルーちゃんの水槽だよこれは。あ、これ水槽なの？これお風呂じゃないんだ。ちげーよ、ほら。調査しに来たんだ、遊びに来たんじゃねえよ今日は。わかった、はいはい、はい、ほらちゃんと調査して、調査。うおー、結構すごい広いね、かわいい。広いいな。ここかな、ここから盗撮されたのかな。そう、ここに登ってたみたい。え、どんな人だった？見た顔とか。おじさんのように見えたんだけどね。やっぱあいつだ、葵ちゃん、同じやつだ。同じやつかわかんないだろ、おじさんなんていっぱいいるんだから。いや、あのタイプのおじさんはあんまりいないと思う。いや、おかしいだろその理論は。え、じゃあしおりちゃんちょっとさ、庭の方とか見せてくれ。ちょっともしかしたらなんかあの証拠があるかもしれないから、そのおじさんが撮った。うん、いいよ、行ってみよう。おいちゃん、うん、やばいな、やっぱあいつ常習犯なんだな。あのおじさんかどうかまだわかんないじゃん。いや、あいつしかいねえだろ、他にいんの？そんな流行ってる盗撮、やばいって。すごっ。ここがお風呂。見えないけどな。この上とか乗ったんじゃない？ここ、この上。ああ、そういうこと？いやでも、やっぱプロは下調べしてるから絶対に来てるんだって。絶対にあのプロはね、下見に来てるはずだから。証拠があるはず。ちょっと探してみよう。証拠？なんかない？いや絶対に痕跡を残してるんだって。俺ドラマで見たもん。お前それドラマだからだろ。いやマジマジマジ、ちょっと探そう探そう、真剣探して。でもおかしいよ、だってゴンザレスがいたはずなのにさ、吠えなかったってこと？確かに、もしかしたら葵ちゃんみたいに犬の匂いがしたんじゃない？同じ仲間だと思ってお風呂に入んなくて。なわけないだろ、葵ちゃんだっていつも犬みたいな匂いしてるじゃん。そんなことないよね、しおりちゃん。しおり、わかんないな。ほら、言ったちげえよ、気使ってんだよ。そんなわけないだろ。もう一回、もう一回探そう、もう一回。なんかないのか？手がかりない？でもさ、そんな証拠残すようなバカだったらさ、あんな自信満々になんないと思うんだよね。そこどうやって撮影したんだろう。あ、ここから登れるな。ここから登って、ここで撮ってたんじゃない？しおりちゃんこんな感じだった？これ撮ってた？ぴょんぴょんしてた。あ、やっぱここだわ。あ、ねえおいちゃん見て、んこれ何？足跡がある。うわ、ほんとだ。知ってた？ FBI とかね、警察はね、足跡でね、わかるんだって、犯人像が。でも裸足だよ、しんちゃん。もしかしたらもっとわかるかもしれない。ちょっと撮っとこう、一応撮っとくね。うん、よし、オッケー。あ、そうだ、葵ちゃん、ん、一応葵ちゃんにも渡しとくわ。なんか証拠になりそうなあったらさ、取っといて。犯人です。いや、ちげーよ。
俺じゃねえよ。失礼だろお前。おいおい、出すなよそれ絶対に。この人が犯人でござる。違う違う、違います違います。ありがとうしおりちゃん。はい。違うよ、もう渡すなって。なんで渡すんだよ。有料有料、俺のブロマイド有料です。犯人の写真だから渡さないでね。犯人じゃねえよ。とりあえずこれ証拠になるかもしれないから、ありがとうしおりちゃん。ちょっとまた別の人にもね聞いてみる、いろいろ。うん、頑張ってね。よし行くぞ葵ちゃん。オッケー。よし、証拠1個ゲットしたぞ。オッケーオッケー。じゃあ次はどうしよっかな。誰か盗撮されてそうな人いる？なんか可愛い人とか。可愛い人か、そうだな。いないね。いや、いっぱいいるけどね。あ、ゲソミとかどう？ゲソミ。ゲソミ？うん、ゲソミ。ゲソミだってなんか覗かれてたら、だって倒してそうじゃん。まあでもとりあえずさ、ゲソミんとこ行ってみようよ。行ってみる？行ってみよう。ゲソミんとこ行ってみよう。いや、わかんない。意外とゲソミっぽい人がね。あ、しおりちゃんバイバーイ。バイバーイ。行こう行こう。でもゲソミ、風呂入んないって聞いたよ。本当に？うん。ガチで？いや、風呂入るだろ、葵ちゃんじゃないんだから。よし、行こう行こう。入んないって聞いたんだよ。本当かよ。じゃあこっちこっち。こっち？あ、ゲソミの家っていうか、わかんの、葵ちゃん。うん、一回来たことあるんだ、これだよ。あ、ここ？すっげー魔女みたいな家。すごいさ、いい家に住んでんだよね、意外にも。意外にお嬢様なのかな、ゲソミって。ここがゲソミんち。おーい、ゲソミー。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 あ、あんたたち、何しに来たの？あのさ、今、盗撮犯探してるの。盗撮犯。そう、盗撮犯探してるの。盗撮犯は探してるの。はぁ、ちょっとあんた勝手に撮んないでよね。お前何撮ってんだよ。ここに盗撮犯いるんですけど。やめろって。てか、あんたたち何しに来たわけ、こんなところまで。あ、いや、だからさ、その、今ね、盗撮犯が、なんか、ここら辺でうろちょろしてるっぽくて、で、もしかしたら、あの、ゲソミも被害に遭ってるかもしれないと思って、来たの。盗撮犯？うん。なんか心当たりない？ちょっと心当たりあるかも。マジ？え、じゃあさ、調査させて、調査。あのね、証拠探ししてるの、証拠。あー、まあ、いいけど。よし、葵ちゃん。じゃあ、ゲソミの家、入ってみよう。あ、でもちょっと待って。あんたたち、あの、ちょっと。何？臭いから、除菌してから入ってもらってもいいかな。え、どういうこと？除菌って。え、臭い。臭い？芋臭いから、あんたたち。芋臭い？あ、葵ちゃんがね、多分。いや、あんただよ。俺が芋臭いの？な、芋臭いってさ、それ、違うよね。本当に臭いやつじゃないよね、絶対。いや、芋臭いから除菌してから入ってね。いいから、早く見せて、部屋。で、何を調べたいの？何してた時に盗撮された？ああ、風呂に入ってた時よ、風呂。あ、やっぱり、葵ちゃん、同じだわ。風呂だって。絶対そうだ。あ、じゃあさ、ゲソミ、お風呂見せて、お風呂。調査してんの？俺たち今、証拠集めしてるからさ。いや、てか、風呂目の前だし。え、どこ？え？それだよ、それ。風呂？え？どれ？はぁ、ほんとにあんたたち、目、節穴なのかな？これだっつーの。え？これ。これ？いや、水槽じゃん！それ風呂なの？これがうちの風呂だから。いやいや、おかしいよ、おかしい。おかしいって。ほら、しんちゃん言った。だから、ゲソミ風呂入んないって言ったじゃん。でも、これ風呂って言ってるよ。ゲソミは。ゲソミ大丈夫？大丈夫、大丈夫？それ、息できる、それ。いや、大丈夫、大丈夫。うちゲソだからさ。ゲソだ。分かった。じゃあ、まあいいや。じゃあ外見てもいい？ちょっと、そっち側。そう、うちさ、風呂にさ、めっちゃ窓ついてっから、超覗かれるんだよね。やばいね。めちゃ、覗き放題じゃん、ここ。やば。すごいな。すごいな。これ2階までこれ、水素繋がってんの、これ。あんた勝手にうちの風呂入んないで、ね、ごめんごめん。じゃあちょっと庭見せて、庭ね。いいからさっさと出てってくんない？
じゃあちょっと庭見せてもらうよ。うん、さっさと出てってくれる？あおいちゃん、よし、調査だ。調査開始だ。じゃあ、あと勝手にやっといて。私、家の中いるから。あ、オッケーオッケー、わかったわかった。ねえ、証拠なんてあるのかな。いや、あるって絶対に。犯人は手がかりを残すもんだって言ってた。バカだからかな。おい、ふざけんな。バカだからって言って俺撮るな。いい写真だよ、しんちゃん。おい、もう余計な、もうどうなって、もったいないだろ、フィルムが。よし、なんかないか。でもここ犯人、ここから撮ってたのか。あ、でも橋、でもさ、ことかあるの。こんなのはさ、見え放題じゃん。これはゲソミッチがさ、悪くない確かに、もうセキュリティがガバガバだもんな、これだと。ほら、だって見て、ここに階段みたいのがある、しんちゃん。ほんとだ、こっから登って全然取れるね。取れるよ。ん、なんかないかな。わあ、なんか美味しそうなの発見。なにこれ、食べちゃおうかな。え、ビーフジャーキー。あ、待って、葵ちゃん、食べないで。これもしかしたら証拠になるかもしれない。っていうか、落ちてるもん食べないで。でも袋に入ってるから大丈夫だよ。え、ちょっと待って、取らして。これも証拠になるかもしれないから。オッケー、取れた、ビーフジャーキー。よし、なんで俺取るんだよ。よし、ビーフジャーキーを取ってね。しんちゃんを取れたぞ。いや、でもビーフジャーキーといえばやっぱおじさんだよ。じゃあ食べていいってこと？え、食べんな。いや、もしかしたらさ、おじさんがさ、ここでさ、盗撮しながらさ、つまみ食べてたのかもしれない。そんなバカなことある？いや、わかんないって。いや、これも証拠になるかもしれないから、証拠ゲットだね、葵ちゃん。これ本当に証拠になるのかな。なるって、大丈夫大丈夫。よし、任せて。逆転裁判してたから俺、めちゃくちゃワンツーはやった。ワンツーだけね。いや、ワンツーが一番面白いから。だけじゃん。よし、ゲソミー、ゲソミー、ゲソミー。あ、終わったな、あんたたち。終わった終わった、ありがとう。なんかね、外にビーフジャーキーが落ちてた。へー、何食べてたってこと？いや、わかんない。盗撮さんがもしかしたらビーフジャーキー食べてたかもしれない。ねえねえ、あそこに落ちてたビーフジャーキー食べてもいい？あ、何言ってんのこいつ。ちょっとどうにかしなさいよ。いや、もうこいつ、いでこいつバカなんで。じゃあね、帰ります。ありがとう、ゲソミ、バイバイ。うん、もう一生来ないでね。ありがとう、バイバイ。よし、さっさと行け。行こう行こう、ハウちゃん。ちょ、ゲソミ怖いわ。やっぱりさ、あいつ常習犯だよ。そうかな。絶対そうだって。だってあいつかどうか分かんなくない？まあ確かにそれもそうだけど、でもこれだけ被害に遭ってる人が出てるんだからさ、そんなさ、ブームみたいのはないでしょ絶対に。でも違う人かもしんない。ガチ、どんだけいるんだよこの町、盗撮が。おかしいだろ。だって変な人いっぱいいるじゃん。まあ確かに、花丸町変な人いっぱい多いしね。葵ちゃんも変な人だし。そうだ、うち行かない、うち。なんで？もしかしたらうちのママとか被害に遭ってるかも。うわー、ちょっとありえそうって思ってしまった。でしょ、しんちゃんママ可愛いからな。でしょ、ちょっと行ってみよう、うちに。行ってみる？行ってみよう行ってみよう。よし、とりあえずうちに行くぞ、レッツゴー。おー、よし、うちのお風呂調査だ。ママー、ママー。あら、お帰りなさい。ねえねえママ。お邪魔します。ねえねえママ、最近さ、なんか盗撮されたとかない？盗撮？うん、盗撮。へえ、そうね。あ、でも最近お風呂場からなんかカメラの音が聞こえた気がしたけど。ああ、この人が犯人です。え？え？ちげえよ、俺じゃねえよ。なんで自分家のママ取らないといけないんだよ俺が。気持ち悪いだろお前、やめろ。まあいいや、ママありがとう。ちょっと俺お風呂場に行ってくるから行こう、葵ちゃん。こっちこっち。こっちお風呂じゃないけど。あ、そうだった、うちこっちにお風呂あるんだった、こっちだ。違うね、なんて自分家だろお前。よし、お風呂探そう、お風呂。よし、いやー、変わらず広いなー。まあでもうち結構外なんだよね、もうお風呂が。いや、だってもう下から丸見えだもん。確かに、こんなのだって撮ってくださいって言ってるようなもんじゃん。でも逆にさ、こんだけあの地面から離れてるからさ、見えないって。いや、絶対あれだね、望遠レンズだったらいけるね。わざわざ撮んないっしょ。だって変態だよ。ええー、
なんか証拠ないかな。あれ、なんかあるかな。ねえ見て、葵ちゃん。何？なんかさ、何これ、え、これ何、バグってるわ。バグってる、どういうこと。これ毛だろ毛。あ、毛か、これバグってんのかと思ったわ。ちげーよ、これ毛だわ毛。え、ねえママ絶対さ、メイドの高橋絶対掃除するよね。そうね、お掃除全部頼んでるわ。だよね、こんな汚れ絶対見逃すはずがない。いや、これはきっと長谷川のヒゲだね。コックの、うん、いやちげーだろ絶対に。入んねえし、ここコックはお風呂サボってるかもしんないよ。なんでだよ、葵ちゃんじゃねえんだよ。だって黒髪だよ、黒髪、黒髪は長谷川しかいないよ。なるほどね。いやでもなんかこのね、薄い毛根おじさんっぽい。おじさんはみんな薄いだろ。いや怪しい。よし、でもこれで証拠は揃った気がする。そんなことある。おじさんに突きつけてみよう。あ、おいしい。いや、警部補、本当にそれが証拠になるの。だって DNA 鑑定とかしないとわかんないじゃん。まあ一旦突きつけてみよう。あの逆転裁判でもね、くらえみたいなやつがね、めっちゃ大事なんよ。知らねえよ。いいから来て来て。じゃあねママ、うん、ありがとう。お邪魔しました。よし、はい、また来てね。あおちゃん行くぞ。うん、よし、おじさんとこ行くぞ。行った、やめろって。おい、いたいた、おじさんいたよ。あおちゃん、おい、おじさん、おい、証拠持ってきたぞ。犯人が分かったぞ。分かったぞ。持ってきたのか。うん、こいつが犯人だ。こいつが犯人だ。え、お前だったのか。え、え、ちげーよ、なんで俺なんだ。おかしいだろ、俺じゃねえよ。違う、何のため証拠集めてたの。違う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 よ。見て、おじさん、これまず葵ちゃん家にかかってたこのはしご、明らかに怪しいよね。まあよくあることじゃないか、はしごなんてな。ないだろ。これだけじゃねえんだよ、見てみろ、この足跡、明らかにあんたの足と同じサイズだ。まあ近いやつもいるしな。そうだったのか。どうだったのか。どうなんだ。どうなんだ。お前の靴のサイズと同じくらいなのか。どうだろう。お前自分で今自白したな。よし、次はこれだ。あ、間違えた、これ俺の写真だわ。違う、これ関係ない、これ関係ないわ。違う違う違う。お前だったのか。ちげーよ。これだ、このビーフジャーキー。よく見たらあんたの口の周り、ビーフジャーキーがついてんじゃねえか。ついてたりするんじゃねえか。そうじゃねえか。どうだ。危ないししたはずなんだけど。よしよしよし、急いで、葵ちゃん最後だ、いくぞ。そしてこれが決定的な証拠だ、あんたの毛だ。何、なぜ数少ない毛が。これはお前の毛なんじゃないか。じゃねえか。わかんねえけど、そうなんじゃねえか。いや、わかんねえとか言わんでいい、大丈夫大丈夫大丈夫。毛だから多分。どうなんだ。どうなんだ、その数少ねえ毛なんじゃねえか。じゃねえか。バレちまったのか。おお、やったやった、おいちゃん、やった、成功だ成功だ。お手ずっぽだったのに。よし、あんた、じゃあ今まで撮った写真全部出せ。くそ。じゃあまずこれと、ん、これは誰のだ、誰のだ、見せてみろ。おしおりちゃんじゃん。わあ、やったー、メルカリで高く売れそう。ダメだよバカ、渡さねえよ。え、バカか。これ次はどれだ。これ見て、これ見て、これ見て、すごい、ないないない、どれどれどれ、すごい、うわすごい、ちょっと芸術点高めじゃないこれ。え、これそう、すごい、こうやったら、あ、すごいアップで見れる。おお、ねえ、バズりそうこれ。プニッターでバズりそうなんだけど、めっちゃこれすごいね、いい感じじゃん。これいい感じだね。あと返せよ。え、これ芸術点高いな。返せよ。どれだ、どうだ。お、これは、あ、これ葵ちゃんじゃん。どれどれ、見せてごらんなさい。うわー、サムネと全然サイズが違う。どれ、見せて。あ、ちょっとこれはフォトショップで加工しないと。
フォトショップで加工だな、これは。ちょっと使い物になれない。これだったらちょっとちょっとクリックリス取れないな、これ。うん、ちょっと昔みたいだぞ。よし、じゃあ最後にうちのママの写真を出せ。え、ママ？え？まあ、これなら持ってるけど。え？は？え？なんで？え？何？どういうこと？うわ、これはフォトショップを使わないといけない案件がちょっと増えちゃいましたね。なんでだよ、お前。なんで俺の撮ってんだよ。どういう趣味？じゃねえよ、この野郎。おい、どっちもいけるタイプだ。実はタイプなんだよね。おい、やめろ、くんな、こっちに。どうぞ、お幸せにしてください。これプレゼントします。おい、じゃあねー。おい、じゃあ、ふざけんな、おい。お幸せにー。おーい。信用。助けて、ありがとう。助けてくれて、ありがとう。いやいや、どういたしまして。私はピザを食べながらでも人を助けられる天才だ。ありがとう、スピードマン。はあ。ねやってよ、その女役やってよ、女役。分かった分かった。さあ、君も一緒にピザを食べよう。ああ、美味しそうだな。なんでそんなつまんなそうなの？しんちゃんがやろうって言ったんじゃん。だってさ、おままごとじゃん、これ。面白くな。しんちゃんがいつもと違うことやりたいって言うから仕方なくおままごと付き合ってやってんのに。なんだよ、もう。あんなってやりたくねえよ、おままごとなんか。こんな歳になって。違うよ。俺はもっとスリルのある遊びがしたいんだよ。スリル？そんな、お前、一般人がスリル味わえると思うなよ。だってこんなさ、助けてくれてありがとうみたいな、面白くないよ。いや違う、この、見て、この、ここのドールハウスにいるこのちっちゃいやつが言ってんだよ。ちっちゃ、めちゃくちゃちっちゃ。こいつが言ってたの？うん、こいつが巨人でこの家を荒らしてんの。だからスパイダーマンが これ助けてくれたっていう。やだやだやだ、そんな人形遊びじゃなくて、俺はもっとズバーンドカーンドカーンみたいな、もっとスリルのあるやつがやりたいの。そんなんないよ、そんな遊び。あー、もうつまんないや。俺家に帰ってゲームするわ。じゃあねー、あいちゃん、バイバーイ。もうせっかく持ってきたのに。しんちゃんひどいって思った人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。なんだよ、もうせっかく付き合ってやったのに。でもスリルか、スリルなんてそう簡単に味わえないっつうの。くそー。お、いいこと思いついたぞ。ただいまー。はあ、つまなかったな。やっぱおままごとなんてやってらんねえよ。やっぱゲームでバン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 打つ。やっぱスリルのあるゲームしよっかな。よし、ちょ、今からゲームしゅーっと何のゲームしよっかな。最高にスリルのやつを遊んでやるぜ。よいしょよいしょ。じゃーん、見て見て、最近ちょっとゆるキャンにハマってキャンプ道具買ってみました。いいでしょ。さーて、ここはどこかというとですね、遠くに見えますでしょうか。インちゃん家の隣のビルに遊びに来ています。そこで今日何するかっていうと、しんちゃんどうやらスリルを味わいたいようなので、青が発明したちょっと銃を使って、しんちゃん24時間スナイパーで撃ってみたいと思います。あ、やばい、変なとこに撃っちゃったけど、多分バレてないはず。しんちゃんここから狙われるとも知らずに。スリルのある生活を味わってください。よし、そこだ。よし、撃て。ババ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 。よーし、倒したぞ。やった、10キルもしちゃった。やっぱ俺って強えな。やっぱこういうスリルあるゲームがやっぱ一番面白いよな。姉ちゃん何してんだろう。なんかゲームするって言ってたからゲームすんのかな。見てみるか、このスコープで。
あ、なんかやってるね。よし。間抜けだな。行くぞ。ドカーン。ドカーン。いやー。この銃の威力やばすぎ。一発で死んじゃう。ワンはなんてものを発明してしまったんだ。くっそ、今なんだよ今の。何？鳩でも飛んできたのかな。チクショー、せっかくゲームで勝ってたのに。体でも鍛えようかな。ランニングでもしようかな。ここでよし、体鍛えるぞ。よいしょよいしょ、ダイエットダイエット、よいしょ、ワンツーワンツーワンツー。あれ、しんちゃんなんかやり始めたぞ。何やってんだろう。ダイエットマシン乗ってる。しんちゃん最近なんかダイエット始めたらしいんだよね。デブだから。もうそんなのもう構いなし。もうダイエットも邪魔してやる。行け。おーおー、移動すんなよ。危ねえな。もうなんか上げ下げしてるわ。よし、撃つぞ。行くぞ。3、2、1。おーおー、移動すんなってお前。3、2、1。いけー。おー待って、なんか避けるんですけど。あいつムカつく、マジで。バレてる、もしかして。おかしいな。ちょっともう一回やってみようか。目標センターに入れてスイッチ。3、2、1。いけー。当たらない。青のエイムが下手すぎる。いけー。あー、どうだろう、しんちゃん。スリル味わってるかな。いったー。なに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 、なんか当たってんだけど俺に。どういうこと、なんだ。え、マジ痛いんだけど。ムカつくなー。くっそー、なんか腹減ってきたな。ムカついて飯でも食うか。こっちがせっかく運動してるっつーのによー。むしゃくしゃしてきたな。こういう時はご飯食べよう。何食べようかな。パン食べようかな。人参食べようかな。やっぱヘルシーなのがいいよね。みんなお腹空いたら何が好きかコメント欄で教えてね。ちなみに俺はポテトチップスが一番好きです。ポテチ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 。よし、ピザも食べたことだし、次は何してやろうかな。ちょっと違う銃でも試してみようかな。これ試してみよーっと。しんちゃんは？しんちゃんの部屋にない。しんちゃんがどこ行ったんだろう。お、こっち。お、なんかキッチンでなんかやってんね。あの銃の威力がさ、青さ、わかんないんだよね。なんかこんな大きいの作っちゃったけどさ、大丈夫かな？人に向けて撃っても。やってみるか。よし、行くぞ、しんちゃん。行け！うおー！なんかめっちゃパワーが溜まってる！よし、行ける気がする！行けー！うわー！え、どうなった？家壊しちゃったんじゃね、あれ。大丈夫か、しんちゃん。大丈夫？おーい！なんだよ、これ！隕石でも落ちてきた。これどうなってんだよ。やばいってこれ。めちゃくちゃじゃん。なんでこんなことになってんだ。しんちゃん見えない。やばい、ちょっと待って待って、やばい。しんちゃんの、しんちゃんの記憶を消さないと。青が、よし、行くぞ。いけ。当たらない。消えてくんないかな、あれで。家壊れた、記憶消えろ。いってぇ。あれ、俺何してたっけさっきまで。筋トレしてたよな。そうだよね、俺筋トレしてたよね。そうだな。あれ、なんかさっき変なの見てた気がするんだけど、なんかすごいことなってたような。もういっか。あー、もうなんか今日はなんか誰かにこすかれてるような気がするんだよな。さっきからずっと。なんだ？なんか飛んできてるような気がするんだけどな。ん？やばいやばいやばい。しんちゃんこっち見てる。しんちゃんこっち見てる。なんか人影があるような気がするんだけど、気のせいだよな。だって屋上とか立ち入り禁止だし、誰もいないはずだよな。え、これ気づいてる？気づいてないよね。よし、ゲームでもしよっかな。しんちゃんまたゲームするつもり？もしかして。ゲーム始めちゃった。ああ。いいんですか？そんなゲームだけのスリルで。
そうだ、これオンラインプレイだし、葵ちゃん誘ってみようかな。電話してみよう。よーし、撃つぞ。あ、はい、もしもし。あ、葵ちゃん、あのさ、今オンラインゲームやってるんだけどさ、一緒にオンラインゲームしない？あー、オンラインゲーム？うん、オンラインゲームしようよ。ね、今ちょっと忙しいんだよね。忙しいの？まあ、とりあえずさ、俺さ、今テレビの前でさ、いるからさ、ちょっと待って、うわあ、しんちゃん、どうしたの？大丈夫？ねえねえ、いった、なんか、なんかさ、窓の外からかな、なんか飛んできた気がするんだけど。しんちゃん、大丈夫？いや、大丈夫ないけどさ、なんかね、窓の底から飛んできてる気がするんだよね。何が飛んできてんの？え、わかんない。石かな？石？石飛んできてんの、しんちゃんちに？お、待って！なんか変な音する。なんか変な音するよ。なんか、あぁ！しんちゃん、大丈夫？どうしたの？待って、おいちゃん、家がボロボロになってる。家がどうした？ボロボロになったの？でも隕石降ってきたんだけど。ちょっと待って、記憶が蘇ってきた。マジキッチンもなくなってる。え、キッチンなくなっちゃったの？キッチンも俺の部屋も半壊してる。どうしようね、やばいね。え、なんか屋上に誰かいる気がするんだけど。なんか人影、なんかチラチラ見えるな、そこ。誰だ？やばい、バレたかも、これ。なんか、葵ちゃん、どうしよう。今日、流星群でも来てんのかな？流星群来てんの？入れ替わらないと！教えてあげないと！何を言ってんの、お前。君の名前じゃねえんだからさ。教えてあげないと、助けて、俺のこと。え、どう、しんちゃん、スリル、味わえた？味わえたってどういうこと？え？スリル。どう？スリル？いや、確かスリルはすごいよ。もうだって隕石降ってくるんだもん、うちに。ピンポイントで、それも。葵ちゃん今どこにいんの？葵、今家にいるよ。ほんとに？じゃあ家行くよ、今から、葵ちゃん。わー、今ね、ちょっとコンビニに行く予定なんだよね、これから。コンビニに行く予定？俺もコンビニ行くよ。いや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 。俺もコンビニ、ちょっと支度しよう、俺も準備して。コンビニ行くよ。記憶消えろ、しんちゃんの。ほら、なんか飛んできてる気がする。いや、ちょ、やばいやばい。なんか、葵ちゃん、なんかさっきからなんか、何言ってんの？なに、どうしたの？なんか聞こえてるよ、なんかバンバン。何してんの、さっきから。いや、なんかね、流星群かもしんないね、もしかしたら。あ、もう、こんな時間じゃん。葵ちゃん、ごめん、じゃ電話切るよ、俺寝るわ。バイバーイ。あー、じゃあね、葵ちゃん、おやすみ。あー、もう今日散々だったんだけど、もう今日寝よう。なんか多分悪い夢でも見てんだろうな。そうだ、悪い夢見てんだ、絶対そう。絶対悪い夢見てるから。じゃあおやすみなさーい。おやすみー。あー、しんちゃん寝ちゃったよ。いいの、そんなのんきに寝てて。スリルは寝てる時もつきものだよ。寝てるね、しんちゃん。寝かせねーよ。やあ！いったー！何？これさ、絶対誰かなんかやってるよな、絶対。自然現象じゃねえよな。やっぱ向こうなんか人の影がチラチラすんだけど。動きましたね、しんちゃん。いけ！バーン！あわぬけだね、しんちゃん。ずいぶんと。どうしよっかな。しんちゃん今なんかキッチンと穴の間にいるから、しんちゃんがいるところをブラスターみたいな。これ、知ってみようかな。よし、行くぞ。バーン！うわー！なんだこれ！もう！絶対これ隕石とかじゃない。これ絶対怪しいぞ。なんか降ってきてるもん、明らかに。もうなんもないじゃん、うちの家。ちくしょう。なんだ。こっちのマンション行ってみるか。行ってみよう。あ、どっか行った。なんだ、しんちゃんどっか行っちゃったじゃん。よーし、ピザいただきまーす。よし、ここが屋上だ。絶対誰かいるんだよな。いや、ピザうっぽい。
やっぱマルゲリータが一番うまいよな。サラミ大好き、イエーイ。あれ誰だ、キャンプしてね。今日シチューも作ったからシチューも食べちゃおうっと。絶対誰かキャンプしてるよな、ここで。ぐる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 。おい、まだまだいっぱい。おい、お前誰だ。やばいやばいやばい。おい、お前このとこ何やってる。あれです、何、キャンプです。キャンプ、はい、キャンプしてんの。はい、チェストがある。なんだ、え、なにこれ、なんだこの銃。やばい、あ、あー、やばい、電話かかってきてる、どうしよう、どうしよう。はい、もしもし、葵ちゃん、なんでしょうか。ねえ、お前だろ。何？ねえ、お前、俺のこと屋上から狙ってただろ。狙ってない。狙ってただろ。